丹波篠山市内にある向こう側の支店。真南城川と多摩津川の合流地点向こう側は、兵庫県南東部を流れる河川。二級水系の本流である。流域面積は約500キロ、平方メートルであり、向こう側本川及び45の支線。小支線の流路延長の合計は約260キロメートルである。 支流の玉津川と真南城川が JR 福知山線南八代駅南方、天台州松尾山高千時よりやや北側で合流した地点を源としており、現地には向川源流の石踏みが立っている。玉津川は明治8年に加古川水系と向川水系をつなぐために改作された運河であり、篠山口駅東付近に両水系の分水海がある。 蛇行を繰り返しながらも次第に、南行し、三田盆地を潤した後、再び山海に入り、向川渓谷を形成する。宝塚市街西方で、大阪平野の北西端へ出て、南流、下流域では、甘崎市と西宮市の境界を成しつつ、瀬戸内海に注ぐ。最終表記までの向川は、篠山川の下流であった。これは、 川城渓谷の標高が176メートルであることと篠山盆地の堆積物を除いた基盤の丹波総群の基盤の標高が160メートルであることから判明している。最終氷河期までの篠山川は傾斜の緩やかなことから排水が悪く、東野付近の基盤岩が向こう側に堆積し、さらに流れをせき止めた。川城渓谷の誕生とともに排水は改善し、 盆地に堆積されていた堆積度の侵食が始まる。向こう側の水は、篠山側に奪われた結果、分水嶺は盆地南部に移動する。篠山側の流れは速くなり、盆地を侵食していった。最終氷河期に、基板岩が向こう側に堆積した、東野付近の向こう側源流部。かつてはこの辺りは、源流ではなく、篠山川下流であった。源流部では、 向こう側は、小川だが、谷筋の田んぼの間を流れながら、周辺の山から流れ出る水を集めて、次第に大きくなり、山間を湾曲しながら、三田盆地に入る。広やかな三田盆地の田んぼの間をゆっくり流れる。間にも、支流からの水を集め川幅を広げる。三田市内の向こう側沿いの田んぼでは、マイハルレンゲの花が見られる。三田周辺の向こう側東岸側は、 人口の少ない地域で上流側の支流には青野ダム、下流側の支流には仙台ダムの2カ所の浄水道用、貯水ダムがある。西側は最近特に住宅地として開発されてきた地帯で向こう側にもかなりの下水が流れ込む。三田盆地を抜けると急に山間部に入り向こう側渓谷となる。渓谷入り口で合流する支流の船坂川流域には 鎌倉橋のような峡谷があり、百条岩などの巨岩がそびえる。羽田場側と合流する地点には、神戸市の線外浄水場があり、線外ダムから浄水同様浄水をしているが、過去の水不足の際には緊急給水を、この向こう側の水から実施したこともある。向こう側は山間を蛇行しながら下っていくが、途中しぶきを上げるような急流も各所に見られる。途中の川岸には、 人、武田温泉がある。この辺りに地水を主眼とした巨大なダムを作る計画が持ち上がり、流域の住民との間で話し合いが行われていたが、2010年9月になって、ダム建設には合意形成や完成までに時間を要するとして、事実上計画は消滅した。なお、JR 西日本福知山線の武田駅から、生瀬駅方面の向川渓谷沿いには、 福知山線急線跡が残り、現役当時の姿のトンネルや鉄橋が多く、ハイカーらの人気が高かった。管理する JR 西日本は、急線廃止から30年以上が経過し、老朽化が著しいため、宝塚市や西宮市に対し、一旦はこのルートの閉鎖の打診したものの、その後 JR 西日本と地元自治体により、安全対策工事と維持管理が行われ、 すでに整備済みの宝塚市川の 1.5km に加え、西宮市川の 3.2km も2016年11月15日に整備が完了し開放された。なお、渓谷中にある向川砂岩に鎮座する渓谷で最も大きな岩石とされる鉱材は及びその上流にある溝滝では明治時代頃まで 現在の伊丹市や天ヶ崎市で農耕を営んできた農民らによる村々での雨乞いの風習が存在し、幸運がない干ばつが続いた年には、この岩は、金剛の信仰をある岩にして、干ばつにならば、雨乞いを執行する場所たり、その儀式は、動物の生地を塗るにあり、しからば天その大いやあ日、荒いさらんがために雨を降らすという、その地は向、向こう。 川辺領軍は純白色の馬の血を塗るをレとトスと、幸運を祈る得意な甘い未礼が実在した。渓谷を抜けると、宝塚市内で大阪平野に出る。この大阪平野への次口は、戦場地のようになっている。宝塚歌劇団の本拠地である宝塚大劇場は、市街地の向川沿いから見ることができて、観光ダムの中央には、宝塚観光噴水が設置されるなど、いかにも、 高落地といった趣きである。なお、阪急電鉄宝塚駅と宝塚大劇場を結ぶ花の道は、かつての向こう側の堤防跡を利用している。夏には、河川敷で宝塚観光花火大会が開催されて、多くの人が訪れる。ここから川口までは、河川敷の大部分が整備されており、休日には、球技やジョギングなどを楽しむ人の姿が見られる。以前は、 宝塚観光ダムにより、進路が確保されて、ボート遊びを楽しむ、人々の姿も見られた。宝塚市南では、向こう側本流から農業用の灌漑用水が無数に、引かれ、宝塚、伊丹、天ヶ崎、西宮各市内に、縦横無尽に、用水路が張り巡らされている。河口に至るまでに、二川、天神川、天皇寺川といった支流と合流し、 天ヶ崎市と西宮市の間を流れる下流部において、両岸に松並木の茂る高い堤防となり、川底が周辺の地面より高い天井側である。第一、阪神国道向こう大橋の西宮側ではかつて、関西を代表する高級ホテルだった、急行支援ホテルが、その優美な姿を見せている。甘崎市西大島の堤防上では、明治期に旗振り通信が行われ、 甘崎市金楽寺の電報電話局別館と西宮市六福下市寺の市役所前とを中継した。阪神電鉄本線より南の最下流部は汽水域となり、ゼ絶りの名所となっている。奈良に都が置かれていた奈良時代、都から見て向こう側は向こう側ということから向こう側となった。兵庫県丹波篠山市、三田市、神戸市北区、西宮市、宝塚市、伊丹市、 甘ヶ崎市大阪府の世町向川では、下流部地区定区間の流下能力が低い区間の安全性の向上が課題である。近年では、人口資金が高度に集積しており、全国想定氾濫区域内人口では、向川が平成20年度第8回河川現況調査より約107万人で全国第10位である。また、下流部地区定区間は、 堤防により洪水氾濫を防ぐ築定区間となっており、新川合流点より上流の振込区間とは違い、堤防が壊れてしまうと、近くには阪神電鉄向川駅や兵庫医科大学病院などがあり甚大な被害が予想される。昭和58年の台風1号を機に、昭和62年から河川改修事業により稼働掘削を行い、 平成21年3月に下流部地区定区間の整備が終了した。その結果、低い河口約 3km 付近の流下能力は1.7倍に向上した。近年、集中豪雨が多発している。平成21年8月には兵庫県西北部豪雨災害が発生しており、向こう側でもこのような豪雨に備え、洪水に対する安全度の向上を被害を抑える。 ために早期に測る必要がある。一方、これまでの治水対策は、流域に降った雨水を川に集め、海まで早く安全に流すことを基本に行われてきた。しかし、都市化の進展に伴う流出量の増大、市街地での稼働拡幅の難しさの増大など、通常の河川回収による対応に限界があり、あまり進行していないのが現状である。このことから、 従来の河川改修等を基本とする河川対策と合わせ流域内の保水、貯留機能の確保等の流域対策及び水害が発生した場合でも被害を小さくする減災対策を組み合わせた。括弧内は流域の自治体道場駅下車武田尾駅下車、兵庫県向川の概要兵庫県2020年10月24日閲覧、兵庫県 みんなで作る明日の向こう側、兵庫県、2020年10月24日閲覧、兵庫県、向こう側流域総合治水推進協議会について、兵庫県、2020年10月24日閲覧、ありがとうございます。